私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしてもあの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いかわせにだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いかわせにが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いかわせみのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。はあ、瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい。そのバカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが。誰かここから降ろしてくれ。彼は冬眠していると思うし、とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上の横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。Yesterday was so amazing, and I met such a wonderful guy. But I don't think it was meant to last, for my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day, and I think he's really into me too. He's the only one for me. I just know it. And...I know just how to get him. Look at that top hat. That amazing top hat. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him that I needed help with my homework, but once he's there, I'll have him. And once I have him, he'll be mine forever.There is only one thing that could possibly go wrong. それで、鳥を撃ったか、それとも捕まえようとしただろうか。笑いカワセミの服を着た笑いカワセミの隣に座った私は何をしたのか。私は何をしたのか全く覚えていない。それは傘とゴムのズボンと何か関係があったようだが、私はその夜結構な笑いカワセミのシチューを楽しんだことを覚えている。池に浮かぶことが素晴らしい瞑想法であることを発見した。問題は厄介な学校の子供たちだ。やつらは水中に潜って私を引っ張ったり、蛇を池の中に投げたり、蛇のようなものを投げたり、怒っていた。やつらは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて。はあ、瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい。そのバカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。彼は冬眠していると思うし、
とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上に横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。Diary. Yesterday was so amazing, and I met such a wonderful guy. But I don't think it was meant to last. For my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day, and I think he's really into me too. He's the only one for me. I just know it.And I know just how to get him. Look at that untamed fur. That amazing silky sheen. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him that someone ran over his dog in front of my house. But once he's there, I'll entice him with warm cookies.Lure him inside, I mean invite him inside, and then I'll have him. And once I have him, he'll be mine forever. There is only one thing that could possibly go wrong. No! 私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしてもあの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない。Yesterday was so amazing, and I met such a wonderful guy. But I don't think it was meant to last. For my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day, and I think he's really into me too. He's the only one for me. I just know it. And...I know just how to get him. Look at those ears!
Those amazing ears. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him that my house was on fire. But once he's there, I'll tell him that I threw myself on the flames to put them out. He'll be so impressed that he'll fall for me immediately. And once I have him, he'll be mine forever. There is only one thing that could possibly go wrong.私はここで同じ冷たい朝飯を再び食べている。私はコーンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き、後で後悔することになる。しかし私はそれこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえお前がコーンフレークで口を切ったとしても、そしてお前がそれをもう一度食べようとすると、口の中をさらに痛めてしまうので、それ以上悪化させないよう、それ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない。我が人生とこのかよばき口が呪わしい。私は遥か昔のこのような日を覚えている。ははっ、笑いかわせみは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた、我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。2階の道場に座って、誰かここから降ろしてくれ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。Wonderful guy. But I don't think it was meant to last. For my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day. And I think he's really into me too. He's the only one for me. I just know it. And I know just how to get him.Look at those eyes. Those amazing eyes. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him that I've taken several live hostages at my house. But once he's there, I'll tell him that I let them go because I love him. He'll fall for me immediately. And once I have him, he'll be mine forever.There is only one thing that could possibly go wrong.私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしても、あの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、
それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私が私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を、誰かここから下ろしてくれ、氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない。Last, for my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day, and I think he's really into me too. He's the only one for me. I just know it. And I know just how to get him. Look at those strings! Those long, beautiful strings. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him to come over later. That should be enough. And if he doesn't show up, I'll just go to his house. And if he doesn't open the door, I'll just find a window. Chimney's always an option. Or I could set the house on fire and wait for him to run out.Then he could run into my arms! There is only one thing that could possibly go wrong. それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めるとこれは死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が前に行った場所を見た。しかし私の周りの人は言った。いや、私はちょうどあまりにも多くの道場のジュースを持っていたと言った。そして窓の下で、そして下のアルパカの飲み物のトラフに落ちた。ひどい匂いだった。Diary. Yesterday was so amazing, and I met such a wonderful guy. But I don't think it was meant to last. For my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day, and I think he's really into me too. He's the only one for me. I just know it. And...I know just how to get him. Look at that snout. Looks aren't everything. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I'll just wait for him after school. Throw a bag over his head. Hit him with a shovel and drag him into the back of my car. Then when he wakes up,I'll tell him that someone was trying to kidnap and kill him. I don't know, Balloon Boy maybe. And then I'll tell him that I rescued him. He'll fall for me immediately. There is only one thing that could possibly go wrong. Dear Diary, things didn't
work out as I'd hoped, and once again I'm left with nothing but a broken heart. But tomorrow is another day, and I just know that there's a guy out there that's right for me. Thank you.